フェルディナント・フリードリヒは、アンハルト系天皇、プロイセンの将軍。フェルディナント・フリードリヒは、アンハルト系ンプレス公、フリードリヒ・エルトマンと、その妻のシュトルベルク・ベルニゲローで伯爵夫人、ルイーゼ・フェルディナンでの間の次男として、シュレイジエンのプレスで生まれた。1786年に、プロイセン軍に入隊し、少々にまで昇進している。 1792年から1794年まで、ライン川流域での戦闘に従事した。1797年に、父が亡くなり、兄のエマヌエル・エルンストが、継承権を放棄すると、フェルディナント・フリードリヒが、プレス公領を相続したが、1803年には、プロイセン軍に戻っている。1803年8月20日、フェルディナント・フリードリヒは、 シュレース・ビヒ・ホル・シュタイン・ゾン・ダーブルクベック校、フリードリヒ・カール・ルート・ビヒの娘ルイーゼと結婚したが、わずか3ヶ月で死別した。1806年のイエーナ・アウエルシュテットの戦いの後、フェルディナント・フリードリヒは、敵の戦列近くのツェーデニックまで、自分の連帯を進めたが、オーストリア軍の武装解除を確実にするため、ボヘミアへの撤退を余儀なくされた。彼は、 間もなく退役し、オランダとフランスに旅行した後、領地のプレスに帰った。1813年に、第6次退仏大同盟戦争が起きると、フェルディナント・フリードリヒは、シュレージエンの住民たちを率いて戦った。1816年5月20日、フェルディナント・フリードリヒは、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世の所出の娘である。 ユーリエフォンブランデンブルク伯爵夫人と再婚した。1818 18年にアンハルト系転校、ルートビヒアウグストが16歳で亡くなると、同族の最近親の男子である、フェルディナント・フリードリヒが公爵位を相続した。その後間もなく、プレス公領は、弟のハインリヒに譲られた。1825年に、パリを訪れた際、フェルディナント・フリードリヒは、妻ユーリエと一緒に、 カトリックに改修した。彼は、経典広告をカトリック両方に変えようとしたが、両民の猛烈な抵抗にあって断念させられた。公爵が、調剤司祭に選んだ、ベルギー人司祭のピエール・ジャンベックスは、後に、イエズ・ス会総長となった。フェルディナントは、古典主義建築家のゴットフリート・バントハウザーに、ニー・インブルク近郊のグリムシュレーベンにある宮殿を、 改築させた。また1828年までに、クリミア半島北部のタウリのステップ地帯に、アスカーニアノーバという名前の入植地を築いている。フェルディナント・フリードリヒが、子供のないまま1830年に死ぬと、弟のハインリヒが後を継いだ。ありがとうございます。